はい、皆さんこんにちは、わぎょうです。今回は秋華賞の最終予想となります。先週は毎日王冠で本命にしたエルトンバローズが3着、スプリンターズステークスは本命にしたルガルが1着でした。2024年9月終了時点で重賞で本命にした馬が単勝回収率 195%、 残りの競馬もこの調子で頑張っていきたいと思います。それでは本題の方に入っていきましょう。秋華賞の好調競馬は画面の2頭です。詳細な調教解説や前頭の評価は別の動画で行っています。リンクは概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。というわけでここで秋華賞の本命を発表します。2024年秋華賞の本命はセキトバイーストです。ここからはセキトバイーストの詳細な推奨理由を説明していきます。セキトバイーストの前走はまだまだ余裕のある内容でした。この馬の前走ローズステークスはスローペースの中を逃げて3着という感じで、レース映像や馬柱だけでは平凡な内容ですが、パトロールビデオで見るとだいぶ印象は変わります。パトロールビデオはしばらくゴール後の様子が見れるのですが、セキトバイーストはゴール後に盛り返してどんどん伸びていく様子が映っていました。ゴール後だけで見ればクイーンズウォークやチェレステよりも余裕のある様子です。普通は勝った馬や上がり最速だった馬なんかがゴール後も伸びていくものですが、ゴール前で抜かれた逃げ馬が盛り返していくというのはなかなかありません。今回の共同記者会見で藤岡祐介ジョッキーが、本来なら僕が強気に3コーナーから動いてもよかったかなと終わってから思ったという発言もあったのですが、ゴール後の様子を見るとそういうコメントが出るのも当然かもしれません。前走の負けはバテたわけではなく、ゆっくり逃げたせいでスピードのある馬に伸び負けしたという感じになるでしょう。実際に 1600m ではありますが、もっと厳しいペースになったチューリップ賞はいい内容のレースで、同じく厳しいペースになった桜花賞ではクイーンズウォークやチェルビニアに先着するなど得意の展開にさえ持ち込めば、このメンバーで能力的に通用しても全く不思議はありません。これらを踏まえて今回はジョッキーには思い切って乗ってもらう、見せる競馬をしてもらいましょうという陣営コメントが出ており、実質的な大逃げ宣言をしてきました。この舞台で重賞を勝ったアリスベリテのように、他の馬も速い素足が使えないほどのスタミナ勝負に持ち込めば十分勝機はあると見ています。前走が余裕のある内容だったというのは追い切りの内容からも明らかです。今回の最終追い切りはシーウッド3ハロン35秒台、非常に速いラップを刻んでいます。一周前追い切りも休み明けだった前走より速い全体時計を出すなど、叩き2走目で調教負荷を上げてきました。同じレースを走ったクイーンズウォークは調整程度の内容、2着だったチェレスタなんかは怪我をしてしまうほど反動が出ていますが、セキトバイーストは全くそんな様子がありません。やはり前走は余裕のある内容だったのでしょう。これなら叩き2走目の上積みに期待できます。またこのレースは長距離輸送のない立東所属馬が有利という顕著な傾向もあり、京都で行われた過去8年では立東所属馬が馬券圏内の大半を占めていました。数少ない美穂所属馬の連帯も牝馬の扱いに定評のある国枝厩舎がほとんどで、国枝厩舎以外の美穂所属という条件では悲惨な成績になっていました。セキトバイーストは数少ない立東所属馬の一頭で、長距離輸送の有無や慣れた環境で調整できるという大きなアドバンテージもあります。前走が余裕のある内容だったおかげで、ここへ向けて万全の状態で挑むことができるこの馬の一発を狙っていきます。最後まで見てくれた方へ限定でお知らせです。対抗以下の印買い目をブログにて公開中です。スプリンターズステークスは単勝ワイドの的中で回収率 2418%、毎日王冠は副賞ワイドの的中で回収率 138%、 リンクはコメント欄概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。というわけで今回はこの辺で終わらせてもらいます。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。